ました。ということで2回目ということでよろしくお願いします。すいません。はい、よろしくお願いします。ちょっと音が触れてなかった。申し訳ないです。はい、ということで今日は、まるちゃんとスーさんということでね、はい、最近の大当店の放送では、初めてかな。そうですね。前回誰出てたっけな。主任とかかな、確か。誰出たっけ、事務員さんがめちゃめちゃ激辛の焼きそばを用意してくれてて、はいはいはい、それを主任に食べさせたいって言うて食べさせたでも確かに店長が確か食べたんやったかな最後。ああ最後ね、はい、お腹下したって言ってましたけど、ね、今日はちょっと辛い系の罰ゲームはないみたいなんで、ね、そうですね、はい、今日はじゃあ2人で、まるちゃんとスーさんでやっていきますんでね、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、ということで、じゃあ告知物がね一応後ろにあるので、これじゃあちょっと簡単に教えてもらいたいんですけど、じゃあどうする、まるちゃん言う。そうですね、言っていきますね、はい、じゃあ左から行きますね、左から。あ、じゃあスーさんが立ってるところね、じゃあ立っといてスーさんお願いします。はい、大当店が2013年の4月16日にグランドオープンしまして、はい、で、そうですね、この今月の4月の16で5周年となりますんで、はい、はい、そちらの方の、まあポスターになりますので、はい、またそちらだけお願いします。ね、アニバーサリー5年経つんですね、もう早いね。そうです ね、 ね、ま、まるちゃんちなみに今何年目。僕がもともとアルバイトやったんで、そうで、大体3年半くらいいますね。本当、はい、じゃあもうずっと大東なんだ。そうですね、ずっと大東やってますね、はい、結構じゃあフル株なってきたんじゃない今。そう、フル株ですね。結構ね、変わりましたもんね、社員さんもね。だいぶ変わりましたね、もう。そう、じゃあ大東のことはまるちゃんに聞いていきます。はい、よろしくお願いします、はい、あとじゃあ真ん中。はい、真ん中なんですけどね、はい、まあ今日の大東店といえば、まあ、まあこの数字っていう感じを覚えていただけたらいいと思いますんで、はい、にゃんちゅう軍ね、はい、そうですね、はい怖いこれじゃああと寝台入れ替えがね、はい、寝台入れ替え、はい、まあ、4月の4日寝台入れ替えちょっとさせていただきまして、はい、でそうですね、ちょっと先納品の台結構多いんですけど、はい、と4月の9日に、パチスロのこれがゾンビですかなんですけどね、はい、はい、ちょっと僕アニメあんま見たことないこれは見たことない、はい、何年前かなこれ、4年前ぐらいかな、いやどれぐらい、まあ、結構流行ってたのは多分4年前ぐらいじゃないですかね。ですよね、はい、まあ、これが9日開店ということで、そうですね、9日開店になりますんで、はい、はい、お願いします。あとはもう全部16日なんで、はい、はい、富士子、あ、これ偽物語か。そうですね、富士子とパチンコの偽物語とガロガンティアと、ガロガンティアとR18 入ってる、はい、R18 です、すごっ、はい、いやこれはちょっと行きたいな、はい、ってなりますんで、ちょっとこちらの方もまたホームページとか見ていただいたらいけると思いますので、そうですね、ぜひチェックしていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。で明日に関してなんですけど、あ、明日、はいはい、明日のスクープ TV の方の方から、はい、まあ、ちょっと取材の予定がございますので、はいはい、またそちらの方もまたチェックしていただいて、メールとか取っていただいたらすぐ行けると思いますので、はい、まあ、朝10時から開店ですね。はい、お願いいたします。ぜひ、お出迎えもねさせていただきますので、はい、ぜひ10時よろしくお願いします、はい、お願いいたします。はい、ということでじゃあ、コメントね、じゃあ後で読むので、じゃあ今日打つ台をちょっとお二人に教えてもらいたいんですけど、あ、多いですか。多いよ、はい、じゃあこっち行く、シンフォギア、こっち行きたい。一応ね、右と左、一応、台と台は4台あるのかな。そうですね、4台になりますね、こっちのね、後ろにまだ2台あるので、はい、あります。じゃあ角か、その左か、どっちがいいかな。真ん中挟まれたいから真ん中行って真ん中挟まれたいってどういうことどういうことですか、本当に。もうマルちゃん初出演やのに喋りうまいなって言ってるいやすみません、ありがとうございます。めっちゃ緊張してるって言ってたさっきそう、はい、もう行ってもあるって感じですか。あとね、音量だけちょっと下げてもらっていいですかね、はい、シンフォギア多分ね1と2の音量差すごいでかいので、自分たちのマイクの音が聞こえるんやったら2でもいいですけど、多分音めっちゃでかいと思いますね。私は通常でも1で打ってますけどじゃあもう通常のこれを1の状態で、あ、じゃあそのまま行きましょうか、はいはい、まあそれでも音聞こえそうやったらまあ上げてもらってもいいですし。はい、わかりました。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。今日ちなみに関東もシンフォギアらしいんでね、ちょっと頑張ってください。いや、もうね、出玉に関してはもうね、そうですね、お願いいたします。はい、じゃあちょっと頑張ってね。はい、じゃあ早速シダお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあね、ちょっとシダ打ってもらってる間にちょっと告知が、他のちょっとエリアの告知ちょっと発表しておきたいんですけど、キコーナ一岡店がね、グランドオープンしたばっかりですので、そうですね、はい、はい、こちらは、スケジュールね、今載ってるのでぜひ、時間チェックして行っていただけたらと思います。であと、キコーナ今里店もね、4月18日にグランドオープン決まりましたの で、はい、でこちらまた、新規会員様募集開始ということで、まあ、4月14日から、新規会員様募集開始になりますんでね、ぜひ新店の、チェックは B ワールドを見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。じゃあこんな感じで、はい、オッケー。じゃあ、早速なんでね、もうこの台も、半年以上経つのかな、もう導入からね。そうですね、結構経ちますね。もう打たれてる方も多いと思うんですけど、スーさんは実は打ってないまだ。はい、
パチンコ、ね、あんまりこういう台は好きじゃないの。いや、パチンコ自体を打たないですね。え、あ、スロットの方。そうですね。スロットは何が好きなんですか。スロットは何でも打ちます。あ、そうなの、はい、もうあの ART でも AT でも A タイプでも、はい、A タイプでもジャグラーも好き。ジャグラーもぼちぼち打ちます。ぼちぼちねなるほどね。じゃあこんな感じで、コメントね読みながらじゃあやっていきたいと思いますので、はい、まあ、お二人もなんか質問来たらあの答えれる範囲で構いませんので、はい、頑張って、はい、答えてください、はい。山形らこんばんは、ね、筋トレ楽しみなんで頑張ってくださいって言ってますね、はい。これはあの筋トレっていうのはね、なんかにゃんちゅう店長が最近筋トレにハマってるということで。そうですね、結構ハマられてますね。今日なんかあの、全然結果残せんかったやつは俺と一緒に特訓やー言ってましたんでぜひ頑張ってください、はいはい。今日も岩手からこんばんはって、ね、関西関東新ホギア、いやちょっとかぶっちゃったね。そうですね、関東新大やるかなと思ってたんですけどね、はい。今年の初打ち行ってきました、負けましたって言ってますね。ぜひコーナー来てください。あ、これあれやね、スーさんの方はフリーズ来てますけど、これ長ければ長いほどね暑いので、だいたいあれやね、途中疑似に疑似3になっちゃうね、疑似2ですね。はい、これちなみにね、超ロング行くともういきなり熱いリーチの方行っちゃうんでね、そうなると確か確定やったんちゃうかな、はい、ぜひ。あてね、今日ちょっと1時間当たるかどうかわかんないけどね、シロギア199やからね、大丈夫やと思いますけどね、はい、お願いします。キコちゃん柔道の中毒者です。一応加点多くおめでとう。仕事帰りに新ホギア売ってきました。マイホになりましたのでよろしくということで、一応かのお客様ありがとうございます。ありがとうございます。またね、大東も、まあ、一応かからはちょっと距離あるけどね、まあ、東部エリア森口とかね、大東は近いので、ぜひそちらのお客様は、大東店も来てもらえたらなと思いますね。そうですね、そうさんあれはね、一応ビジさんやね。はい、一応ビジさんですけど、この時にあのボタンズと連打してたら色が変わるんですよね。まあ大体青緑なんですけど、まあ赤までいったらちょっとワンチャンかなって感じですね。はい、たけし軍団に何言われるかわからないね。たけし軍団大変ですね今ね、なんかね復活 OK ですってね。スバル君も移動したからもう大東には知ってる店員さんいないかもしれないねということで、今大東店なんか役職の方は誰残ってんねやろうな。そうですね、結構古くからいる方おられますか。多分一番古いのが僕になりますね。あ、そうなんや。そうですね、3年半でもう古株やもんね。だってそうですね、ちょうどその前の店舗から転勤してきた時にちょうど僕スタッフやったんで。あ、なるほど。そうそう、スーさんさっき、スーさんじゃあ、まるちゃんね、さっきあの、はい、コメント来てたんですけど、はい、どの店長が一番やりにくかったって言われてますけど。あー、どの店長。一応、3年半やったら、はい、誰や、池田さん、ブックさんか、向山店長。そうですね、向山店長に、そうですね。向山店長、池田店長、で、今の井上店長か。あ、そうですね、池田店長の次が後藤店長です、ね。あ、そうか、はい、余韻、そうや、余韻挟んでねや。そうですね。そっかそっか、誰が一番やりにくかったって言われてますけど。やりにくかった、ここだけの話、はい。やりにくかった。イニシャルでもいいよ。さあは正直、うん、どうですかね、まあ、僕の実力不足ってありますので全員やりにくかったでしょってなってますね、はい、まあ多分ね4人とも全然キャラバラバラやからね。そうですね、バラバラですね、まあ、なんか張りがあるんじゃないかなと思いますけどね言われてますね。モンキー4が初代バンヘルと見てて楽しいということで、モンキー4ってあれですね、あのパチンコの69分の1かなんかやったかな。あー、多分そんなんやったと思いますね。あれまだ売ってないんですよね。 あんまり入ってないもんね、導入もね。ちなみにね、マルちゃんの台は、F2CA リーチ言ってますけど、これめっちゃ弱いよね。めっちゃ弱いですねでもあと1個欲しかったんですよね。そうですね、これあのなんか熱いの来ても絶対外れんもんやっぱな、やっぱな。だってあのレバブル来てもゴールドとかなんか来ても外れるもんな。そうですね、これいったらちょっともう辛いよね。まあ、マルちゃんの台結構保留変化ね、白やけど来てるよね。そうですね、結構来ますね。ああ、今日シンフォギア行ってハザー当たり6回、シンフォギアチャンス突入ゼロでボロ負けしました。負ける不幸を期待してますということで、なんとマルちゃんはねシンフォギア 3日連続打ったということで。そうですね、もう最近シンフォギアしか打ってないですね。ちなみに戦績、私はさっきちょっと聞いたんですけどね、はい、ちょっとリスナーさんに自慢してあげていいかなと思うんですけど。あ、そうですね、はい、シンフォギアなんですが、まあ、うちが増大したこともあって、ほう、他のね法人の方もやっぱり増大してますんで、はい、でまあ、ちょっとうちに行って、まあ、同じ副主任と行ったんですけど、はい、
そうですね、行って初、まあ、初当たり2回引いて、はい、あれですね、あの7点牌からそのまま1パーの、あ、前回で引いた、はい、15ラウンドもらいまして、どっちでした、あれ前回で2種類あるじゃないですか。いやその時ちょっと全然分かんなかったんで、 あれだったんで、多分ミクちゃんの方ちゃうかなと思うけどな。そうですね、 で、はい、そこからで行ってもう閉店間際ぐらいで終わったんですけど、まあ20、はい、28年いただいて、28年ですよ、はい、皆さんすごない。まだ私も体験してないよ、28年しかもね、28年でエンディングまで行ったっていう。そうですね、エンディング行ったんですけど、その時ちょうどもう持ち越ししようかなって思った時で、はいはい、で会員カードね、ちょっと作りに行ってたら、そうですね、会員カード作りに行ってたら、まあその一緒に行ってた副主任にエンディング見られるっていうね。動画撮ってくれたらよかったな。そうですね、いやー28連動が本当なかなかないですからね。全然ないですね。一応継続ね 80% ぐらいあるんですけど、そうですね、 80% ぐらいで、まあ7連とか8連は割と多いんですけどね、あのやっぱ2桁超えってね結構珍しいんで、結構珍しいですね、もったいない。もったいなかったんですよね。ねえ、言われてるけど、いやなかなか抜いたな、削ったな、爆発しろってやってるね。言われてる、シンフォギア、マイホはむしろ減っちゃったと言われてるね、4台から2台になっちゃったということで、これもしかしたらグループ店やったら持っていかれたかもしれへんな。もうあるあるやけどね、グループ店あるある、はい、羨ましいわ。今でも結構シンフォギア人気なんで、いややっぱあったらね、私も売っちゃうもんね。そうなんですね、うん、もう負けるとかもう分からんと、も結局売っちゃう。もう出たとこ勝負やからね。そうですね、負けた店は聞こうなではないですよ。いやいや、うわ、でもね、また機会あったら来てください、ね、そうですね、前々もフォギア並みの、あ、フォギプロ並みの知識になってるので、いやもうちょっとね、最近行く回数減ったけど、もうこれ結構時間長いこと売ってるんでね、だいたいなんか、あ、これいける、これ無理っていうのは覚えたね。あ、それ分かってきますね、やっぱり、ね、店長全員やりにくかったはずや。ブックが一番壊す、うまいこと逃げようって言われてね、今日、寒いですけど、大阪も寒いですかってことで、寒いっすよね、今日。そうですね、今日、まあ、あのだいたい 夕方、まあ、夕方4時ぐらいかな、はいはい、それぐらい、まあ、来たんですけど、はい、めちゃめちゃ寒かったですね今日。ちょっと、まあ、ダウンは迷うけど、でもちょっと厚着浸透ちょっと厳しいですよね。そうですね、何かちょっとでも厚め飲んでっていう感じで行った方が、スーさんとかも結構厚着できたの今日。そうですね、今日もセーター引っ張り出して、セーター引っ張ってた。、はい、あ、まだ残ってたんやね、はい、衣替えで全部直したわけじゃないんですね、はい、まあちょっとね、もう4月になったんで衣替えやってしまった方も多いと思うんですけどね。いやでもそうですね、あのダウンクリーニング出したりとかね、はいはい、いやちょっと置いとくべきやね、まだね。そうですね、まだやっぱ寒く、雨降ったら寒くなるんで、寒い寒い、ちょっと本当気をつけてくださいね、はい、絶望の S2C、 いやほんまこれよね。言われてますね、質問、近所でグランドオープンがあると他の店は出ますか。うーん、出るかどうか分かんないけど、でも頑張ろうっていう気にはなるんちゃうかな、多分ね。そうですね、やっぱりまあなんていうんですかね、負けてられへんもんね、だってそうですね。まあ、お客さんそっちに集中しちゃうから ね、 そうですね、やっぱり対抗はしてるんちゃうかなと思います。その出た出玉こけて全部ばらまいたらええねん。ね、さっきのあの大体あの振り分けガチしたっていう風に聞いたのでね、まあ、3万発以上。そうですね、3万発以上ぐらいで、羨ましい、ほんま全部ばらまいたらええねん。はい、3日連続同じ台を打とうと思うのは行く前からそう思ってたの、それとも結局その台に座る派ですかって言ってますが、まるちゃんどう？どうです、僕は、まあ、好きになったらとことんね、はい、あの誰と行っても譲らないんで。あ、そうなんや。その打つ台は同じ台なの、別、ちょっと変えると同じ、あ、まあ、例えば角で出たら、はい、まあ、次の日例えば同じ店行った時に、はいはい、そのまま角座るかちょっと別の台座ってみるか。あー、どうですね、まあ、基本的に空いてたらどこでもっていう感じですね。そうなんやね、はい、なるほど、まあ、時間帯にもよるもんね、朝行っちゃったら選べるけど、やっぱ夕方とかやったら選べないしね。そうですね、でも、まあ、同じ副主任とたまにうちに行ってたんですけど、はいはい、なんこれ、まあ期間で言ったら、まあ、半年間ぐらい一緒にうちに行ってて、まあ、日にちはバラバラですけど、なるほど、もう僕が半年間絶対譲らないんで、うんうん、もう一緒に行くのは嫌って言われましたけど、ね、なるほどね。スーさんはどう、スロットの立ち回りがまたちょっと変わるけどね。そうですね、結構データとか見るの。いやもう最近はそこまで結構、ね、打ちたい台空いてたらちょっと座ってみようかなって感じ。そうですね、完全に趣味打ちですね。あ、なるほど。どうなんですか、最近は勝ててるんですか。はい、そうですね。あ、いいよ、すごいな、はい、羨ましい。シンフォギアは爆練した時の記憶が頭から離れない。いや、わかるわ、あ、わかりますね。
私はあのお正月にちょうどあの JR 奈良駅前店と神津島店であのこの新宝儀は丸一日打つっていう放送させてもらったんですけど、はいはい、その神津島行った時に20連したんですね、はいはい、あそっからめっちゃハマって半分ぐらい出玉飲まれたからね、やっぱ新宝儀は怖いなと思いました。そうですね、やばいやばい、次は最短で最速で一直線で負けることを願ってます。でもその代わりね、丸ちゃんこれオチがあって2日負けたんやね。そうですね、もうちゃんときっちり2日、まあ、負けましたんで、ちょっとあの返上したというか、はい、そうだからあんまりいいか悪いか分からへんけどね。そうですね、まあ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 、うん、お、丸ちゃんちょっとチャンスやね。そうですね、響きフラッシュきた。これ赤やったら確か、そうですね、赤も、ね、まあめっちゃ熱いですね。これ途中で変わるパターンもあるんでね。あ、そうなんですか。保留、街頭保留の時に響き赤になる時がかなり熱い。あ、そう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 、まあ大体白は白のままなんやけどね。レバブルとかもね、ついてたらいいよね。ちょいチャンスぐらいね。でも月曜からまた暖かくなるっていうか、暑なるで気ぃつけてやってますね。もうほんま、あの皆さん体調管理だけね、気をつけてください。そうですね、まるちゃんの台、SCA 多すぎへん。めちゃめちゃ多いですよ、これ。私は当たらないんで。そうやね。私、あの個人的にあのシンフォギアめちゃめちゃ負けた時にメモってたんですけど、はい、やっぱこの SCA ばっかり行く台ってあんま良くないなと思いましたね。あ、そうですね、もうめっちゃハマるしね。なんか、まあ、めっちゃ自分のオカルトやけど1日トータルで考えたらめっちゃハマったなと思いましたね。あ、そうなんだ、例えば頑張るとこはだから出てたのかって、ね、あれでしょ、気候な名物で1時前に当てまくるパターンですよね。まあね、やっぱ1時間ってね、難しいっすね、当てんの難しいですね、まあ、ここでそのどんだけスター性が発揮されるかっていう感じですけども、そうそう、一筋なので、今週は他の人が番長 A タイプを打ってるのを後ろで見ながら馬ゴキミ2で負けました。浮気したからね。まあ、でも番長の A タイプもね、確か今週ね、解禁したばっかりなんで。そうですね、まあ、もしかしたら、ね、はい、2台入れてますんで、ちょっとまだ打てない人の方が多いかもしれないですね。そうですね、やっぱり、まあ どんなものかちょっとね、 A タイプになってしまったら。そうですね、でも馬ゴキミ2しっかり打ってるんやなこの人。一応家庭でおりん見つけました。なかなか攻めてる店と思い好きになりました。あの逃れ物おりんね。あれ好きな人たまに見かけるけどね。そうですね、まあ、置いてるとこ結構少ないですからね。少ない。あのいつだったかな、水曜日の配信でね、ちょっと姫路の方で配信したんですけど、はい、そこでおりんやったんですけどね、意外になんか、はい、あのグッドマークついてたけど、ね、みんな意外に好きやなおりん。白から虹に変わることだってあるんだよってことでね、響きランプね。あ、いやー、まあ、虹変わったらケツ浮きでしょ。私まだ今まで、ね、虹ランプはまだ見たことないんでね、はいはい、いやそれねちょっと出たらもうちょっと今日のあの YouTube のサムネ決定ですけどね。そうですね、ちょっと熱い系のリーチ出たらもうそれ使いたいですね。S2CA は熱そうな映像を楽しむだけの演出、当たりは期待しちゃいけます。いやもう分かる分かる。私あの新本屋もちょっとね、アニメもちょっと見返してて、今ちょうどこのパチンコの題材になってるねところらへんちょうど見てるんですけど、あの S2CA はちょっともうちょっと使い方どうにかならんかったかなと思うけどね。そうですね、もうちょっとね厚めでいいかなと思ったんやけどね。S2CA は押してマイルボタンか押すタイミングでのレバブル待ちです。過去めったになる。ああ、なんかそんなんありましたね。あの最後にねレバブル来るともうめちゃめちゃ熱いですね。ああ、熱いですね。そう、先読みのレバブルとかはねあんまりやけど、赤レバブル待ちっすよね。やっぱみんな割と打ってんな、シンフォギアね。やっぱ好きな人多いね。やっぱ結構打ってますね、皆さん。やっぱり打つよね。サムネをかけて今日もどちらが使われるか対決でお願いします。あれどこの店やったっけな、スイタか。あの店員さん同士でね、あの YouTube のサムネイルどっちが使われるかっていうのを競うっていうのをねこの間やってたんですよね。はいはい、そうそう、結局あれどっちのも使ったやかな、どっちもあの当たりもなくて熱い展開でもなかったんで、はいはい、なんかもう適当に使いました。そうそう、辛いよ、あのない時ってね。一応ねスーさんの台はさあの先読みが赤来てたんでね、赤もねこれ当たる時はあるけど、やっぱ金欲しいですね。そう、金はやっぱ欲しいですね。だいたいまあリーチも絶勝行くもんね。そう、絶勝行きますね。絶勝行くか、あのストーリーリーチが2つあるんですけど、1個の方のリーチめちゃめちゃ弱いから結構外れるんですよね。あ、外れますね。あの友達をね救うリーチがあるんですけど
あれはほんまに外れる。外れます。あれ外れますからね。激アツ絡んでもほんまに外れるからね。あれつらい。お、スーさんまだ。ギジさん。ギジさんですね。まだ来てないねけど。お前ね、ギジ連ないね、マルちゃんの台。一緒にマリオスと。これ金欲しいな。サムネチャンス来たって言ってますけどね。ちょっと弱いけどね。感覚的には。最終決戦、クリス・ダフをやってください。お、三重予告。一応チャンスですね。私これからであんまり当たったことないんですけど。あ、それこっからあれですね、発展していって、そう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 、あ、いきなりのパターンやな。後半行くか、ここでプチュンくれば。あー、これないわ。スーさん、スーさん、これ出したらあかん。スーさん、これちょっとちょっと連打してもらっていい？ちょっとずっと押しっぱなししといてもらっていい？ちょっと色だけ。緑やったら多分ないな。緑ないですね。うん、まあここまではね。赤いこう。赤ミクさんが強すぎんよって。いや、ほんまにそう。この子めっちゃ強い。多分新本屋で一番強いと思うけどな。この間何やったっけな、ゴールドとかね絡んでもこれほんま当たらんかったからな。あ、ゴールド絡んで外れます ね、 ね、あれもほんまショックすぎてね。で、影の湯待ってたんですよ、終わってからね、はいはいはい、復活待ち、何もなかったって。絶望のミクさん来た。ミクさんでサムネもろたから当たらんと思うけど。逆に当たったらもうスーさん、私あれやから、ケツ浮きやから。バーンって殴られんじゃん、ほら。ほんま強いね。分からんけどね、この後あの保留減ってなかったら。はい、次行きます。いや、あのリーチ当たんないよね、ほんと。10回出て2回当たったらええ方かなって感じだよね。知ってた知ってた。ミクさんと S2CA が隣で出たら熱いですねって煽ってみたい。それ嘘の情報してたから。嘘ではないけど、うわ、展開次第やけど。タイトル赤、セルフ赤、図柄ゴールでも普通に外れるよね、さっきの。いや、外れますね。何やったかな、途中で、何やったっけな、まだやれる、頑張れるみたいな予告があるんですけど。あ、ありますね、あれ。あれ、ボタンを押して発展したらめっちゃ激アツなんですけど。激アツですね。あれでミクさんいて外れましたからね。もうすぐやめましたね、もう無理と思って。シンフォギア初見の旦那に当たり見せてあげてください、お願いします。まるちゃん言われてるで。はい、もう。28連見せる時が来たで。頼むで。私、キリちゃん、キリちゃんリーチ、あー、ゴールドで当たりましたということで、キリちゃんっていうのは、緑のね、ヨング柄の女の子なんですけど、結構キャラリーチもね、後半発展して、チャンスアップがいくつかあるんですけど、まあ、赤のね、さっきの光だったり、あと赤の、文字だったりね、あと、カットインが出たりとか、ゴールド来たら結構熱いんですけど、はいはい、よかったですね。S2C2A パンフレットの期待度星3つじゃん、熱いじゃんって言われますけど、星3つは多分ね、ないと思うな。ないですね。 1.5 ぐらいじゃん。だって5、ファイブラインとかでも普通に外れるからな。ただでも逆になんでこんなに当たるやろうという時もあるからね。一概にその弱いとは言えないですけど、まあでもね、これ見たらやっぱりちょっと明日打ちたいなと思う人も多いと思うから。まるちゃん、SCA 好きでしょ。いや、私はまるちゃんの台離るんちゃうかな思ってんねんけどね、個人的には。感じしますからね、ちょっとヒヤヒヤしだした。はい、まるちゃんは大東店の近所で打ちに行ったりしますかってやってますね。あー、そうですね。よく店長はよく、いい顔しようの店で見かけたってやってます。見かけとるやん。まあそうやね、この辺車あったらね、そのいい顔しようもいけるかな。そうです、まあ、結構この辺は多いですね、やっぱり多いですね。まあ、ちょっと何だっけ、大通りとか出ればね、あの辺もありますし。いや、まるちゃん押してまいる声ないか。まるちゃんの台はなんかリピートして見てるみたいな。そうですね、もうしかも疑似連もないんで。やばいね、 SCA はマジでやばいよ。ほんますげえじゃん、赤字じゃデフォですからね、スワロは。S2CA、デュランダル、赤レバブルでも外れるから、いや、これ嫌や。あー、きついですね、これ。いやー、デュランダルと赤レバブルは外したらあかんな。でも S2CA いた時点でもう、あ、外れたって思うのが、なんかこう、自分を予防するコツかなと思いますね。またバルちゃん S2CA。バルちゃん赤字だし、サムネチャンスやん。激アツちゃうから。
F2GA 作ったやつはちょっと顔見てみたいわってことで。いやー、まあ、確かにドゥランダルホルーって言ってね、スーさん剣が刺さる時あるんですよ、保留変化で、はい、で剣が出てきたらもうめちゃめちゃ熱いんですね、まあ、その保留でさっきのこうちょっと弱いリーチいくともうほぼ当たらないんで、それ辛いよねって話なんですけどね。そうそうなんですね、当たらないですね。そう、剣保留出てきてワクワクするじゃないですか、はい、ガロ剣みたいな感じでバーンって刺さるんですよ、でいい音するんですよ、また剣刺さった時がね。でもすごい待ってて、あギジにあいけるかな思ったらさっきのちょっとよう分からへんリーチってね負けちゃう。いやよね、いや S2CA 出る台はねあんまり良くないような気がするな。そうですね、あの当たってもあんまり続かんようなねイメージあるからね。お、鈴さんおかわり、はい、おかわり2箱目おかわり、これ2箱で足りる。ちょっと難しそう、どっちか当てないと。やばいやばい、デュランダルや、金文字レバブルを台出しにするミクさんと S2CA、 そうやで、お、手紙保留来たね。これ手紙結構熱いですからね。手紙はね、あの開封する時間で期待度が変わるんですよ。あ、そうなんですか。ここで該当保留になってすぐ破れたら結構熱いんですけどね。大体あの疑似年いてから破れるじゃないですか。はいはい、そう、剣より丸太って、丸太は彼岸島やからやめてね。はい、新紹介全画面の時は新8来ることを本気で願いますということで、これはあれかな、多分、小当たりの画面かな、なんかこの後びっくりみたいな、なんかね、タイトルになってたら当たりやね、確かね。あれ、疑似年いかない。あ、まるちゃん、これあれね、歌の方やね、これ8まで行けばね、当たりなんですけどね。そうですね、基本的には続いても6ぐらいで止まるんで。そうですね、7でも、7行くと大体ミクさんのリーチなんでね。あ、そうですね。あれほんま辛いね。手紙でね、絶勝破れれたらええんやけどな。あ、大体でも、あの先森か、あれ、何だっけ、上野戦場やったっけ。あ、もうそのままやったね、1のままやった、うん、いつも通りですね。そうですね、まあ、わかんないけどね、たまにあのやっぱりゴールド来たりとかカットインで当たったりするんで、でこの後赤ちょっとだけチャンスアップですね。やっぱね、城西戦場やった。いきなりガングニール珍しい、城西戦場、そうそう、ありがとう。プロならハイワロとわかるんだ。後半もいかへんもんね。でも案外後半行かない方があの精鋭ボーナスのねチャレンジ行くんで。ああ、そうですね、常在戦場。あの感じちゃうけどね。いやー、7点でパッて当たったりとかねしたらいいけどね。スーさんも一応先読み来てますね、白保留があるから。いやー、どっちか当たるこれ。いや、ちなみに時間12時40分ぐらいやけど。だいぶやばいですね、今日2人で筋トレちゃう。ポケトマ取った。電池変えて。まるちゃん、そのリーチはいつものすぎてもう見慣れちゃったよって。そうです、もう僕もこの3日間見慣れてるんで。あ、でも手紙保留また来てるよ。あ、以上フランメン行きましたね、チャンスアップ。響きフラッシュなかったもんね。ダイエの愛が深いほど当たらないあるある発動。いや、わかる、これマジでわかる。オール手紙やデュランダル、まだ攻めてればウル出そうぜ。この3つまあまあハードル高いからね。ハードル高いですね。うん、あの1000回回しても1回出るかどうかやな。正は青でも押してマイルで当たる。いや、私ね、正ボーナスチャレンジ、あの押してマイルボタンめちゃめちゃ外れてるんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ、あれ圧 60% ぐらい期待があるらしいんですけどね、はいはい、普通に外れるよね、あれも心折れたもん。あ、ギジ3は確定やねーと。そうですね、フランメンいってるんでね。あ、ちょっとチャンスやね、ひびきちゃん。あ、チャンス。あー、1位バル絶勝みたいな、せめてね。絶勝みたいですね、せめて。で、チャンス。あ、なんもない。あー、弱いか。まるちゃん、一応手、顔でカメラ見とくってやってるね。これ、あの手をね、あの台に移してライターさんみたいにね、あの当たった手で取っとくってやつ。疑似さんで若字だけだと灰悪いやん。いや、金やったらね、ちょっとチャンスやけど。一応、後半は8点かな。あ、入ったね。
あ、絶唱いったね。早ない。じゃあこれちょっと静かに見とこうか。あれってやつあるけど。あれじゃん、自分の期待度どれぐらい。あー、その返しの画面によりますね。その金か白でだいぶ変わるんで。そうそうそう、タイトルね。で、あとチャンスアップね、あとの。もう白やったら僕引くこともしない。私もわかる、しない。もうあの携帯見てる。チャンスアップなけったら外れる。大丈夫、タイトル白、セリフ白、チャンスアップなしでも外れるから。さあこっから皆さん、今日がこれ最後の見せ場になるかもしれませんので、スーさん回しといていいよ。まあ、赤やからね、あのライトが、ね、うん、金、白や。いや、でも分からん、あの私も引くこと諦めないで出なかったけど、復活で影の上来たから分からないですよ。あ、分からん分からん、ゴールド来るかもしれんしね、まだ当てて。まあ、でもこのリーチね、ほんま結構出るもんな。そうですね、これはないでないで。あったら逆に引き強いね、丸ちゃん。そうですね。あ、ないか、ゴールド、ないない。引かない。いや、わからん、まだ影の絵が、影の絵、影の絵、翼ちゃんの影の絵。はい、次行きましょう。お疲れ。さっきのサムネになんのかね。いや、ないってね、ないって、まあ、正直分かってたけど、あの、もしもってあるからさ、あって欲しかったですよね。そう、もしもってあるんで、もうそろそろ見せ場がね。そうそう、見せ場が、じゃあいい、すでに影縫い間違いって。いや、ほんまそうやね。引かないからーって、だって引かんかったら、だってレインボーでもね、あの、引くこと諦めないで。これもうこのまま行ったら2人とも筋トレなんで、やばいやばいやばい。いや、僕は全然いいんですけどね、まだ、まだなんか、ね、体鍛えてそうな感じだもんね、まるちゃん。まだ全然いけるんで。スーさんどうなの、その筋トレ系とか。もうだいぶやってないですね。だいぶやってない。はい、学生時代はやってた。そうですね、だいぶやってました。何部やったんですか、スーさん。柔道部です。あ、柔道部。はい、マジで。ガチガチやってるやん。はい、じゃあギャンチュを一本背負いて。マットいるけどね。言った通りじゃん。前予告、あ、弱かったし、なんで発展したのかわからん。いや、これあるんすよ、ほんまに。あ、まるちゃんまた。あ、フランメいったね。あ、これお詫びですかね。お、レインボーや。やば。ちょっとちょっとちょっと。いや、もう見せ場作ったんで、もう、ね。おい、右打ち入れなあかんやろ。即開封したサムネや。いや、また直当たりやし。まるちゃんごめん、すごいな。来たサムネって感じ。いや、もうこれで僕筋トレないんでね。そうやね、で店長に言わながらね、僕プレミア出したんすよ。珍しいの来た。すごい薄い演出引きよった。いやー、即開封やっぱ熱かったからね、すごいわ。サムネ決まりました。いや、分からんよね、まだスーさん、まだそれを上回るやつ来るかもしれんけど。いやー、もう無理でしょう。無理か。残り時間を考えると。いや、分からんよ、いつ手紙保留来るか分からないからね。確変じゃないと当たりは認めないで、ね、あのシンフォギアチャンス入れな無理で、ね、たまたまにお詫びって本当にあるんだね。4回転ぐらいじゃない、5回転ぐらいよね、あれ。そうですね、あれ終わってから5回転ぐらいですね、大体。ねえ、いや、一応にゃんちゅう店長ね、後で来るって言われてるんで、最後にね、来るって言ってるんで、まあ一応アピールはしといた方がいいと思いますね。はい、全回転引けばサムネいけるよ、大丈夫。玉詰まって V 入賞パンクめっちゃ怖いよね。いや、わかる。でもまあ、あるっちゃあるからね。さあ、これで、まるちゃんはこれはずっと打つ派ですか、それとも5個も入れたら何もしない派ですか。あー、これ、なんていうんですかね、そのまままだまだが出たら、それから変わるじゃないですか。そう、昇格するね。そこはどうしても見たいですね、僕は。あ、見たい派なんや。でもこの辺、おお、 ありがとうございます。わざわざして、まだやで。響きまま外れるから。いや、僕響き外したことないです。嘘やん。そのまあ外れたパターンでも、はい、絶対3人いてるんで響き。あ、そう、あ、はい、あれじゃあ全部養殖せんくても。そうです、ね、当たる。すごい自信やな。
ズガラ何やった今、4やった、ズガラ確か4やったはずで、ブースト怖いけどな、養殖響き結構外れるで。あ、マジですか。いや私もそんな感じするけどね。ただ響きの後ろにね、なんかチャンスアップとか残ってたらね、まだ、はいはいはい、さあここレバブル来るかどうか、あ、なかったね。4の響き怖いな、外れろ外れろ外れたら分かってるよね響きよく外れるよ。あ、赤文字じゃない、響き外れるよね。おお、ちょっとカメラに向かってこっち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 、すごいなマジかって何の自信え、入賞したときブルブルなってなかったよね。なってなかったですね。マジか、ウェーイって言われてる今日ね、旦那様にシンフォギア初めて見させてんねんっていう人いたんで、はいはい、この当たり方レアなんでさっき言うときますねウェーイってね、チって言われた赤文字でもはね、なかったけど当たったね。そうですね、その引き、ワイにもくれいや、マジですごいな、チッチってめっちゃ言われてる。さあ、スーさん、スーさん、後がなくなった。そうですね、もうだいぶ追い込まれましたね。やばいやばいやばい、チーって開ける読んだからきついと思ってたってこと。そう、私も偶数やとね、ちょっとやっぱりチャンスアップないと厳しいかなと思ったんですけど、 すごい自信やったね、バルちゃんいや、僕、響き外したことないんすよ、今日の名言サムネ使っとくわ、響き外したことないんすよ、キリみたいな。その引き私にもくださいよ、今日1回もシンフォギアチャンス入らんかったでね。あ、はい、言われてますね。そうか、おめでとうって言って、玉あげたいねんけど、出えへんねんけど玉詰まってるどうする。いや、もうとりあえずまあこのままいきます。あ、島根落ちてるからじゃないよね。ああ、それかもですね。あ、でもわからないですね。はい、どうやろ、通算筋トレ頑張れ玉詰まりのパンクは保証してもらえないんですか。これはちょっと私わかんないですね。私自身がちょっとまだパンクの経験がないので。あ、そうですね、そこに関しては、うーん、まあお店によると思うんですけどね。そうですね、やっぱお店によりますね。まるちゃんはこれ響き派なの。そう、僕響き派なんですよ。あ、それで28年したの。はい、嘘。あ、そうなんや。私はこれ絶対クリスにするんですよ。あ、この間やっぱ検証じゃクリスが一番レンジャーした相性あるよね、賢者タイプなんですけど、はいはい、私は2枚目の響きの前にフィーネシャッターないと怖すぎるとさっきのね、響きの前やっぱフィーネシャッターあったらね、一応 50% なんで、はいはい、そうか、響きちゃんでやる人私結構は2回目ぐらいしか見たことないな。あ、いや、あれなんですよ、発展したときにやっぱ図から増えていくじゃないですか。あ、そうそう、増殖タイプやもんね。まあ 3、まあ、3ぐらいまでいったら当たるんかなっていう感覚ですけ ど、ね、もう全然1でも当たってたんで。あ、もうこれいけると、もうこれいけると、僕俺はもう響きしかおらんみたいななるほど。もうで完全に一発告知がいってしまうと、一発告知は ね私怖くてね、ようやらないそうなんですよ、あっさりやもんね、響きに愛されし男スーパー懺悔タイムが気持ちいい。そう、クリスはね、スーパー懺悔タイムなんですけど、あれおもろいね。マリアはいつも不吉なセリフ吐くから嫌いだって。マリアはね、ちょっと鬱っぽいからね。あ、そうですね。無理よ、私には歌えないみたいなこと言うじゃないですか。あ、なんか格変中というかね、右打ち中やのにテンション上がらへんみたいな。まあでもね、マリアはアニメ見てたらすごいいい子ですけどね。はいはい、響きの健康的な尻は良いって。15歳とかやもんね、16歳とかやもんね、はいはい、無理よ、そうそう、マリアね、無理よっていうもんね何がやって言いたくなるけどね。そうさ、リーチかかれへん、お前な、やばいね、これやばいな、ここでちょっとチャンスアップないと厳しいですね。そうですねやばい、さっきのでね、ミクちゃん出てきたらほぼほぼ確定らしいです、ね、はいはい、シンフォギアはもう点突破がきついからね。いやー、まあ人によるけどね、私は全然打てるスペックですけどね。そうですね、全然僕は楽しんで打つんで、いやー、響きで28連できるかなーって言われるね。まるちゃん、スーさんも気使ういい人で、当たった時のドヤ顔はいいと思う、過去マリア、そうね、マリアめちゃめちゃ起伏激しいよね。終わった。あー、終わりましたね。2個は弱いか。私増殖タイプはあんまりちょっと分かんないんですけどね。はいはい、やばい、
あもうこの辺でブルって、あ無理ですね無理ですね1やったんですけどね。そうですね。いや放送時間内に収まる、わかんない、まだ流れ星来るかもしれない祈って28連した時ずっと流れ星やったんで。あーそう、はい、でもやっぱ流れ星と V ストックある台は続きますよね。そうですね。え1え丸ちゃん、いやもうこのいやもうその28連した時はもう全然余裕だったんですけど、丸ちゃん残りの2日間こんなもんですね初日で全部引き使ってもらったわーって言われてる、最短で最速で一直線に駆け抜けた、いや間違いない、響きやからね。そうですね。アバデジレギマという格好しで、スーさんが当てるんですね、わかりますけど、いやまだこれわかんないよね。全然液晶でさっき880やったんで、はい、それねこの短時間で行かれたら、いやもう3連射勝ちやからね。そうですね放送時間内に収まる、まだ10分あるんで3連とか全然いけるよ。放送時間内収まった、シンフォギア無理ならマドカどうするんだよって。いやマドカも結構打ちましたね。あとあれよね、この間あのマドカバージョン出たばっかりですから ね、 あ、 そうですね、あのライトミドルの今日239ですかね。そうです ね、 ですね。まあね、シンフォギアとやっぱちょっとよく似たような感じなんでね。そうですね。これはへこむ、ここぞで引き用は出たはい、筋トレ行き幻28で幻試合言われてる、ね、あとはこれでシンフォギアちゃんは卒業で X ドライブ見せるだけと言われてましたけど、すいません X ドライブ行くまでにも終わっちゃいましたね。そうですね。16ラウンドプラス V ストック2つか3つないとあれやもね、ビレヘッドね。関西と、あ関東シンフォギア同時に当たってたですごいやと言われてますけど、ごめんなさいすぐ終わりました期待させといて駆け抜けた罪は重いまあでもね 80% やけどね、あるあるっすからもうリーチかからなかったらね、もうそんなもんなんで、はい、テンション上がるスーパー懺悔タイム、あと初当たりまでの投資額に対する私の懺悔タイムいやシンフォギアね、やっぱ始まる前にちょっと話してたんですけど、投資はやっぱちょっと見とかなあかんないかなって私は個人的には思ってるんですけどね。そうですね、うん、一行き地以内で収まることが私は思わないので、ただその代わり連チャンした時はねホッとしますね。結構でかいですかね。でかい、だいぶでかい。ということで店長、店長来ましたよ。はい、マルちゃんちょっとアピールしといた方がいいじゃん。いやでも今日ちゃんとね見せ所作ったんでえ、当たった。はい、当たりました。あ、ありがとう当たったけど、マルちゃん結果言っといた方がいいじゃん。まあ結果は、まあ、そのまま駆け抜けたっていう感じになりますねあ、そうな、はい、右打ち入れたのに。ちなみにマルちゃんこれ赤っすよ。僕でもこれ前あれだったんですよ、引き戻し、あ、赤あるよ。でも引き戻しはあるんで、あ、店長、店長来ましたね。テンパってそのまま図から止まるって感じですね。あ、ちょっと待って、7点やん。マルちゃん、その引きいらんで超ってやってるんだよね。でもこれあれですよね、7で当たってもそう、全回転引かないとね、右打ち確定じゃ、しかもレバーブルーなってるし店長、今7点で当たりました、はい、あ見せ場作ってくれる、さすがただそれに引き換え、そうなんですよスーさんがスーさんちょっと筋トレ待ったらしいです、ね、スーさんちょっと筋トレ、そうですね、もう、はい、一緒にマッスル目指そうなそうです。ただあれらしいですね、スーさん柔道やってたみたいで。そうなんですよ、ね、だから僕やるスケジュールなんてもう多分軽く軽く、はい、スーさんでも何年前ぐらいですか柔道やってたの。20年ぐらい前です。20年前、はい、いや、そうやったら店長いけるでしょ。大丈夫でしょ。0歳が20歳になるぐらいほんまやね、はい、全然体変わるよね。そうです。確定なんだと。今日はまるちゃんがサムネ濃厚やなってやってます、ね、そうですね、もう結構ね、いいところ見せたんで。どっち使う、プレミア使うか7点使うか。いやそうですね、7点は言うて7点結構引いてるんですよ。そうやね、7点多いよね、はい、なんでもうプレミアの方行っていただいて。あ、わかりましたで、スーさんが潰しにかかったら面白いんだけどな店長、今のところどうなんですか、はい、筋トレ、まあまああれですか、メニューきついのやってるんですか。まあ、私からすれば結構きついんですけど、まあ多分一般的かなとは思いますね。あ、本当ですか。
で、はい、ちょっと今のところどうですかね、まあ、一応、丸ちゃん、初当たり、これで2回目で、はい、1回、シンフォギアチャンス入れたんですけど、はい、あの 80% 継続をもう単発で終わらすっていうか、もうすぐ終わっちゃったんですけどね。あ、そうなんですね。はい、でしかもこれ、今、身内入らないような気がする。それはあれですね、あの当たった嬉しさとがっかりが、そうそうそう、相殺して、ブラマイゼロですね。そうですよ、はい、今回は抜けなそう。でもこれ分かんないもんね、クリスとかでも当たるもんね。そうですね、まあ5点やし、せめて赤になってほしいですよね。あとシャッター欲しいですね。そうですね。怖い怖い。じゃあ予定の3倍筋トレお願いします。マルちゃん、はい、いじびるからや。行きましょうよ。あと4回あるんで。でも丸の学習にね、ちょっと筋肉質なんですよね。はい、あ、らしいですね、はい、僕多分筋トレいけますよってさっき言ってましたよ。そうなんすよ。僕なんかより全然できると思うんですよね。また2人は若いしね。はい、ちなみにスーさんいくつなんですか。僕ですか。僕、はい、今年で39になります。あ、そうなの。はい、何気に結構いってたよ。はい、若く見えたけど。てか丸ちゃんチャンスやん。シャッター来たよ。 50% っすよこれ。 50% 外したら詰みちゃう。いや、ここで行ってほしいから2分の1外すんですよね。レバブルなかった。赤文字やったらもうたんちゃう。さあ赤文字やったらね。さあ押して参ってください。お、あー、やばい。え、あれ、いや、ねー、いや、やっぱね、ちょっと響きがいないんでね、ね、嫁おらへんかと、はい、あと2回分かるんですけど、中の期待度ではね、まだ分からんけどね。そうですね。いや、抜けるかな。いや、店長、このマルちゃんが新フォゲで28連射言うと言っててね、はい、以前ですか。そうそう、多いな。ただそこからちょっと運が落ち気味。あ、そういうのはここで見せてくれんとな。やっぱね、今後のスター性がね。そうですね。当たりと突破見れたんで、あとは爆連お願いします。それが一番難しい。そうですね。最後、まあ、分かんないよね、まだ。もう最後のもうね、白か赤かの問題だけなんで。あとブルブルがあるか。あ、ないですね。ない。で、当たったらビッグシュートパターンやけどね。あと4分、あと4分、あと4分。いやー、スーさんちょっと1回あれやね、はい、熱いとこ見たいですね。今日、いかにも熱いとこないもんね。そうですね、全くないです。ソリフェカもあんまりなかった。全くないですねって、はい、淡々と喋るな。完成して冷静。見せ場が。いやー、まるちゃんね、プレミアも出たし、ちょっとええんちゃんって思ってたんですけどね。あ、プレミア出たんですね。そうなんですよ、初めての初当たりプレミア当たりやったんですよ。あ、すごいやん。何度も見た敗北画面。シンフォギア、それは自分の引き弱を認識するだ。その時のね、はい、その日のステータスが分かるね。バロメーターが分かるよね。すみません、どうぞ。保留変化ない時ってほんまにずっと変化しないよね、シンフォギア。そうですね、あの連チャンの後、ほんまに保留変化ないなと思ってずっと打ってたら、知らん間に800ぐらい行ってましたね。弾もう弾崩壊しちゃいましたね、私は。あ、人気ですよね、本当に。いやー、なんかね、打っちゃいますね、この台。打ちやすいんでしょうね。まあね、さっきちょっとコメントでもあったんですけど、その似たようなね、台、あの、ま、マドカバージョンがね、この間ちょうど、はい、稼働開始したとこなので、まあ、その辺もどうなのかなって感じですけどね。初当たりの、確率は多分マドカマージョンの方がちょっと大きかったと思うんですけど。いやー、時間的に厳しいかな。スーさんが逆転するには7点のレインボーしかない。いや、前回で引いたらすごいと思うけどな。そうですね。ただ199分の1の 1% やからね。でもなんか思ったより意外に引けるような気しますけどね。いやー、どうですかね、まあ、7点、多分7点からの、振り分けなんでですね。まあ、ほぼほぼ 99% はあれやもんね、普通の当たりやもん ね、 そうですね。なんだかんだ打てて楽しいんだと思う。ケージとこれしか私も打ってないと言ってますね。そうですね、やっぱり、固定になってくると思うんで。
やっぱ自分の好きなんて、ね、まあ私も今年入ってからは本当にこの台しか売ってないんですね。マジか。はい、うちに行ったらもう絶対これしか売ってないですね。中毒性あるんですね。あの多分ね、右打ちに入ってからの連チャンがね、多分忘れられないだと思います。はい、鈴木社員って無人庫は普段急になんかなんかスロット嵐ですよ、スーさん。はい、パチンコはもうほとんど触らない。あ、そうなんや。はい、だからこの台も知らないんですってさっき言ってました。はい、初ですね。そうそう、初打ちね、意外に当たるかなと思ったんですけど、ちょっと演出的にはね、引きがなかったね。500円で全回転引いた時は手が震えましたいきなりやね、多分ね。震えますね。すごいすごい、しびりますね、それは。はい、その後ね、続くかどうかがちょっと私不安になりますけど、スーさんの台はもうあれもね、箱全部使ったもんね。そうですね、もうこれが最後の箱ですほんまや、まるちゃん出えへんかったし、しかも多分800ぐらいしか出えへんかったもんね。アマデジやったね。いや、もうアマデジでしたね、完全に。ね、あ、赤文字。スーさんは39歳ということは、昔のモーニングとか経験したことありますかって言われてますけど。あー、モーニングは経験してないですね。あ、してない。はい。20歳ぐらいの時とかもあれですか、スロット打ってはったんですか。20歳はまだスロットとかもやってないです。あ、やってなかったんや。はい、あ、じゃあ結構遅咲きというか。そうですね。最初に打った台とか覚えてますか、スロット。花火ですかね、初代4号機か。あ、じゃ あ, ね、じゃああれか、あのビタ押しは結構得意な方ですか。そうですね。あ、そうなんや、すごいな、はい、ビタ押し結構難しいですからね。店長はスロットは。僕も花火でしたね、初めて。あ、本当ですか。はい、あ、やっぱあれから世代がちょっと似てるから。そうですね、うん、花火言ってましたね。パチンコはモンスターハウスを。懐かしい。言ってましたね。懐かしい。愛すべき竹谷ですね。はい、好きでしたね。はい、エースハイエースからね、モンスターハウスとかね、あのミニミニモンスターとかはね。はい、店長は新宝業売ったんですか、これ。僕ですか。はい。売ってない。売ったことないですね。売ったことない。店長ちょっと打ってみてくださいよ、多分中毒性出ると思いますよ、これ。はい、結構ね、どのお店もちょっと増大傾向にあるんで。そうですね、結構もう打てないっていうのはなくなったかなって感じですね。うちも1台、最初1台なんですね。はいはいはい。で、多分あの一番僕が来てから初めてニコ生した時に、はい、板垣のパイのミノルが、あ、新ホギ打ってたと思うんですね。あ、なるほど。あれからずっと来て増大なんで。あ、本当ですか。そうですね。あ、じゃあパイのミノルさん懐かしいな。はい、は売ってはったんですね、これ。売ってましたね。はい、あ、そうか、そういえばね、新風景打ちたい、打ちたいとか、はい、売ってましたね。モンスターハウスとか、今なら神台って。そうですね。今は泣きたけ。あ、ちょっと待って、これ、精鋭いったね。バルジャン。ああ、何でしたっけ。一応三大激アツの一つなんですけど。ああ、ありましたね。確かこれ絶勝より弱いんですね。弱い弱い。そうね、絶勝いけばまあチャンスかな。いや、クリスかわいい。あ、なんか当てんや店長、あの人変な無駄な引き持ってますけどあ、そうや、まるちゃん、ちょっと一回スーさんに右打ちやらせてあげてよ。ああ、全然、はい。新フォギアチャンスどんなんか、あの、まあそこ最終決戦いかなかけどね、来ましたよ7点2回とかなんなんなんか関東放送新フォギアエリスキーとか言って荒れてたからこっち来た、そして7点ってこのマルちゃん、ちなみに今2回目やからね、7点出した。珍しいですよね。いや、7点意外にないですよ。1日打ってて1回2回あるかないかぐらい。そう、それぐらいですね、確率は。はい、そうそうそう、すごいやん。なるちゃん、お客さんの引き全部持ってっちゃったじゃん、うん、すごい低いやんなな、ね、前回転が良かったね、でもね、よく言えば ね右打ち濃厚やからね。一応スーさんの方もね、赤系の演出来てますけどね。
贅沢やな、まるちゃん。もこれね、ノーマルでもいけるもんね、はい、全然安心できるんで。これでも7点外れる人いるんでしょ。いや、いやでも7、あ、一応 95% やったから。あ、そうなんですか。一応あの確定ではないらしいです。あ、モロ対戦局これ外れたらおもろいよね。いやでもそれはそれで逆に見どころ作るっていうね。まただなって、さすが一時期行こうね。引くんの、これはどうする。引かない。いや、これは引きますね。引きたい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとスーさん最後やってみよう。今のところマルちゃん2分の1。そうね、そうですね。いや、失礼して。失礼してスーさん丁寧。スーさんはですか、大当店はどれぐらいの車歴になるんですか。僕はアルバイトからいますので、はい、2年ちょっとぐらいですかね。あ、もうですか。じゃあ、あれですね、結構いてはるんですね。今のね、スタッフさんの中では結構長い方なんですね。ちなみに、まるちゃんまた手紙保留来てるね。そっちでも当てる気ですか。まさかの。一応じゃあ、スーさんが右打ち入るかどうかちょっと見ましょうかな。そうですね、はい、レンちゃんみたいって言われたから。スーさんちょっと暑そうやったら、あ、スーさんちゃうわ、あのまるちゃん暑そうやったら教えて、手紙保留、はい、こんな台打ちたいわ。大当店4台ありますんでね、ぜひカウンターの目の前にありますんで、はい、うちで打ってください。ね、はい、確定演出は二次系のみでしたって。一応ね、7点は確定ではないのでね、また演出しへと。細かい確定演出というか法則はあるよね、そういうのも面白い。いや、ありますね、あの強保留からね、ジャックリーチ行ったらとかありますもんね。確かにスーさんが打ってた時このリーチめっちゃ多かったよな。さあ、スーさん右打ちでお願いします。響きおらなダメなんやね、まるちゃん。そうですね、基本的に僕はそれでしか当たらないと思ってるんで。あ、打たないんや。スーさん打たないんや。育てないパターンやった。でもダメそうな気がするけど、よし、この後マルちゃんは自分のお金で打つときにボロ負けいけるわ。いつもの見慣れたメンツやないか。いや、まあわかんないですけどね、このメンツでも全然6点は弱いなって言われてるね。一応7点が、まあ、ほぼほぼもろた感じで、その次が3やったかな、熱いのが。あと奇数図柄、偶数図柄の順番だったと思うんでね、まあ、チャンスアップないと厳しいですけどね、3でも。スーさん、はいはい、アニメも面白いですか。はい、アニメ面白いですよ、これ見られました。今ちょうどこの台の、はい、お話が入ってるところのところぐらいまでは見てるんですけど。あ、そうなんですね、はい、もう結構お話話数多いんで、4期ぐらいまでやってるんですよ。あ、なんかすごい人気みたいですね。このパチンコで知って、あのアニメ見られてハマった人もかなり多いみたいなんで。あ、そうなんですね。私も最初歌だけしか知らなくて、はい、まあ、パチンコの代になるとも思ってなかったんでね、当時は。結構前のアニメなんで。あ、結構前なんですね。この半券の時は多分4年か5年ぐらい前かな。あ、スーさんちょっとチャンスアップないな、やばいかも。マリアの中に、ね、だいたい水木さんのためにそうやな、ね、奇数の方が確率的に上なのに最近偶数でしか当たらない。引き強いな、この人。曲がいいんだよねってね、キャラソン売るためのアニメやもんなってことで。そうですね、この 作曲してる人が原案出してるんだよね、これ、はいはい、そうそう、めちゃめちゃ売れてるよね。3点天然響き2つ、ハズレジフィーネシャッターありでもダメだったことある。あ、きついなこれね。まあでも、あの、何でも外れる時はね。そうですね、そうよね。あ、ラストや。スーさんやばいな、抜けそう、抜けそう。そうですね、レバーブルーもなかったね、はい、ないかも。でも案外諦めてて急に当たったらほんまにね、嬉しいパターンもあるんで、この台。
負傷負傷しなあ負傷負傷ながら左打ちしましょう、もうしましょう。終わった終わったホールに水木奈々の歌が響きすぎるという、ね、まあね、これも、青のね、髪の毛の翼ちゃん、水木奈々さんですからね。ダメやった疲れっす、はい、筋トレ筋トレって言われていつもの私だって言われたまあでも、まるちゃん、個人的には私はね、このシンフォギアチャンス2分の1で入っていったらいいなと思ってるんですけど、そうですね、それぐらいでいったらやっぱり楽しいかなっていう感じで、そうですね、あと100、やっぱ確実に入るときはかなりいい台やなっていうのはすごい確信できましたね、この間。そうですね、5の5とかね、はいはい、5の3でもありかなと思いますけど、音量マックスはマジでやべえ。いや、この台マックスほんまにうるさいからね。マックスほんまにうるさいですね。お疲れ様って、音量マックスに絶唱したら隣のお客さん弾いてくれるから快適おすすめいやマックスは要戦を、私もこの1の音量でいつも追ってるんで、はいはい、ニャンチューの最終決戦は斉藤マネージャーですか身内ですか斉藤かもしれないねこんばんはって言ってますので、じゃあ、保留、今の保留全部紹介したら終わりましょうか。はい、一応ね、今日は、シンフォギア、まあ、関東もなんかシンフォギアだったらしいんですけど、まあなんか同時に当たったみたいであ、そうなの、同時です、同時だったみたいです。まあもしかしたら関東の方がレンジャーしてるかもしれないですけどねわかんないけど、まあでもまるちゃんプレミア出たしね。そうですね、もう見せ場は多分ね、あっちよりも出したと思う。7点2回はすごいよ。そう、もういいかなって。いいかなレンチャン、レンチャンどこ行ったんこの台の見せ場レンチャンやで、はい、じゃあスーさんもあれやね、これ終わったら終わろうか。当たったのやっとさん、感度はフィーネ倒せませんでしたごめんなさい、フィーネ倒したけどレンチャンしなかったのはこっちですあと周りから人いなくなるので快適、なお耳栓しておりますんでめっちゃ嫌やそれ一応加点で打ちに行きました。2回連続でシンフォギアチャンス入りましたよ。すごいね、羨ましい。関東はフィーネ無理やったということでごめん、フィーネ倒したけど連チャンしなかった申し訳ないということで、じゃあ、最初のね位置にじゃあ移動してもらいましょうかね、はい、いやーどうですかね、まあ配信の見せ場的にはやっぱマルちゃんの方がこうね、YouTube のトップ画面に映せるかなという感じでしたけど、そうですね、プレミア出せたし、ちょっとスーさんあれやったらやっぱスロット愛が強すぎるからそうですね、スロット打ちたかったっていうちょっと思いが強すぎたスーさん、まあ番長とかあったからね今日ね、そうですね番長の A タイプやったらね、こうあの連チャンさせてくれとったかもしれないですけどね。じゃあまあ それはもう次ということで、そうだね、はい、スーさん、そうだね、スロット好きの配信はじゃあ次回また検討したいと思いますねということで、じゃあお疲れ様でした。はい、はい、今日ね、大都店も増大したばかりのね、シンフォギア歌わせていただきました。はい、まるちゃんね、はい、お気に入りということで、はい、じゃあまた28連目指してプライベートでいい報告を期待しております、はい。まあ、スーさんはね、一回ちょっとまるちゃんに教えてもらいながら一緒に打ったらもしかしたらハマるかも。そうですね、ちょっと当たらないと分かんないですもんね、だいぶね、スロアイを捨てられなかったから負けたんかって言ってる間違いです。じゃあ、告知終わってから筋トレしましょうか。そうですね、じゃあ、はい、店長告知お願いしてもいいですか。かしこまりました。はい、キコーナ大東店、4月は誕生生誕月ということで、はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。5年なんすね。5年みたいですね。5年みたいですね店長だってまるまる1年じゃないですか。そうです、今まるまる1年です ね、はい、1年経ったんや、早いな。そうなんですよ、ね、ぜひぜひ、はい、4月16日2013年、玄関にあの可愛らしいね、あのモチーフというかあの日付の入った、はい、なんかね可愛いのありましたけど、ちょっとはい、いい感じにいい感じに彩ってますので、はい、ぜひお越しください。ぜひぜひお待ちしております。はい、4月16日、はい、お待ちしております。はい、周年日です。周年日ですあとニャンチュー君気持ち悪いですけど本日、はい、日付変わりまして、日付変わりまして、はい、本日、気候なほとばしる、はい、ニャンチュー君怖いこれ88名います。すごいですね、そのうちの一人はサイトマネージャーじゃないですねちょっとまだ追いついてないですね。追いついてなかった、はい、前回そういう話あったと。そうそうそう、またちょっと作ってみたいですね。ちょっと混み合ってます混み合ってはい、わかりました。了解ですね。はい、信頼入れ替え、はい、まあ、こちらへと先のもあるんですよね。そうですね、はい、
4月9日、はい、明日ですか、はい、これはゾンビですか2回ぐらいハテナマーク4月19日あ4月9日、はい、オープンです、はい、で16日、はい、4機種開店します。スロットが1機種パチンコ3機種ですね。そうですね、はい、パチスロ富士子、はい、タイプ A、はい、パチンコ CR 偽物語、はい、CR 水星創生水星かなのガルガンディア、はい、CR フィーバー R18 ということで、いやレスナーはね、あのフィーバー R18 をすごい楽しみにしてるみたいですよ。私も楽しみです。あ、そうなんですかフェチなね台ですけど、はい、16日はい、あ周年日、はい、寝台入れ替え、はい、初日となっております。はい、ぜひ、はい、お越しいただけたらと、よろしくお願いします。まあ、ちょっとね、あのお店取材が入るということで、あの朝10時からの、ね、オープンにはなるんですけども、まあ、ぜひ快適に遊戯しに来ていただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。筋トレするのはスーさんでいいですか。はい、じゃあ、はい、じゃあ始めます。はい、じゃあ、ギャンジュー先生がね、はい、インストラクターということで。ただめっちゃ地味なんですよ。この前しかも丸岡副主任に教えてもらった筋トレからスタートするんですよ、いつも。え、あ、何個かあるってことですね、じゃあ。はい、トレーニング他のでしましょう。他の派手なやつ。あの他のやったらもう僕もやりますんで。あ、これせえへんのこれ200回ぐらい多分もう分からないね、それされても。あ、でもあれね、ふくらはぎの ね、 そうですね、私もあれ昔ようやってました、はい、片方ずつやった方がいい。そうですよ、これやった後にこうスクワットするんですね。あ、スクワットお願いします。はい、こういう感じですね。こう、それは手を広げるのは何の意味があるんですか。なんかわかんないですでわかんないの。この辺がええ感じらしいです。あ、これがええ感じ、はい、これ100回やります100回。はい、でその後に、はい、ここ来て、ここ来て、上、で次はあれですね、腹筋ですね。お腹、はい、じゃあ、はい、じゃあ、はいよいしょ、これ足上げていきますね。あ、足上げる、結構きついですよ、はい、足合い、こんな感じで。あ、もう僕やるとこないんですね、これ。もう店長が全部。これを30回2セットぐらい。あ、結構しんどいですね、これ。はい。店長結構慣れてるじゃないですか。僕のが素早いでしょ。素早いでしょ。どう？そう、喋りながらやったら結構しんどそうですけどね、これ。しんどい？すごい社員。顔真っ赤かなってますよ、すずさん。きついです。嘘、はい、顔真っ赤かっすよ。ストップ。ストップ。で次にあれですね、こう手を前にやって、はい、なんか腹筋というのはこう縦に割らないといけないみたいなんですよね。あ、なるほど、はい、なのでこれですね。コツはどこにあるんですか。前に押す感じです。押す感じ、はい。しょうさん、ちょっとじゃあやってみて。え、どこまで上げるんですか。上がるとこまでかな、こうやって。店長は結構首からじゃなくて肩から押してる感じありますけどね。なんじゃこの絵。店長めっちゃ疲れてるやん。店長めっちゃ疲れてる。これを30回やって、はい、その後にちょっとテレビの前の皆さんもね、できそうな人ちょっとやってみてください。スーさん変わろうか。いや、でもスーさんがやらなあかんのか。そうですね、だいぶショートカットしてるね。あ、結構あの工程があるんですね。そうです、サーキットトレーニングみたいなね。その後ここにこう、これですね、これ足の足首をこう触るのを、これあれですね、脇腹かな多分。そうですね、今の筋トレ全部やったら30分くらい余裕でかかりそうですねいやほんま、まあ筋トレもね、ゆっくりするパターンと早くするパターンだけど店長めっちゃ疲れてる。スーさん顔真っ赤っかやし。これを30回やって両方やりますね、はいはい、店長も今日これ家帰ってやらんでええんちゃうか。今日はもうここで今日ここで済ませます、はい、やっててください。え、まるちゃん普段筋トレすんの。いや、最近そうです、まあちょろちょろっていう感じなんですけど、僕続かないんですよ。で飽きちゃうの、忘れちゃうの。いや、まあ、僕ちょっと嫁行ってるんですけど、おうおう、はい、嫁に今ちょっと、まあ、一緒にやろうかって言って、はい、
まあ早場の日をだれてしまってやめましたね。挫折。いや筋トレね、自分に厳しくないとできないからね。そうそう、で僕筋トレしても腕しかつかないんですよ。えだここしかつかないんで。あ、この足とか腹筋あんまり。腹筋とかは全然なんですよ。腕だけついたらパンパンになるね。でもパンパンの肩シャツがちょっと、ね、そうやね、ムチムチなの。店長めっちゃ疲れてるやん。二人顔はかからってる。はい、もうアラフォーなんでね。アラフォーなんで、二人ともね。謎の動きですね。はい、謎の動き回る。それはニャンジュでじゃあ誰に教わったんですか、筋トレ。これはあれですね、YouTuber の先輩だし。YouTuber。 あ、ニャンチューは YouTuber になるために筋トレ。これ死ぬ。ただただおっちゃん2人の筋トレ。これで半分ぐらい、もう後半ですか。これまあ全部基本30回ぐらい腹筋の方はやって、はい、その後に、腕立てとかですね。あ、腕立て。はい。なんか腕立てもコツあるんですか。なんか普通の腕立てはね、結構腰に負担かかったりしますけど。この汗かいてる店長。広く取って、わ、滑る。あ、靴が。広く取ってこう腹筋しますね。あ、腕立てです。腕立てをやりますね。あ、すごいですね。でも慣れてる。スーさん片手でもええで。お、片手いける？押す番長やないか。無理じゃないですか。押す番長やな。だいぶ3回ぐらいまでやったらいけるから。いける？体。そうなるけど。あ、これきつい。あ、きつい。店長片手いけますか？片手ですか？無理だけ白いように。ああ。そうですね。ああ言うてる。これしんどいな。これはしんどいです。それも以上、20回、30回ずつぐらいですか。そうですね、これさ 20,、まあ、20回ぐらいしかできないですね、僕。娘が真似しだしたと。あ、いいですよ、その調子で。一緒にやってあげて。その調子で。一緒にやってあげて。娘さんの方がうまいことできるかも。そうですね、こんな感じでこう前に体重かけて、はいはい。こういきますね。頭つくかつかないかぐらいですか。そうです、そうです。なるべく前に体重かけて。スーさんでも20年とか運動してないね、膝壊すのやめてもらっていいですか。破損。いや、娘さんがやりだしたってすごいな。そうです。めっちゃハーハー言うてる。めっちゃハーハー言うてる。で、背筋をやって、はいはい、めっちゃ汗かいてるし。背筋をやって、あとは、はい、そうですね、もう一回足こうやりたくなるんですよね。これサーキットトレーニングみたいな感じですか。あ、そうかね、まあ、インターバルあんまり開けないでこう全部やっていく。あ、そうですね。めっちゃ汗かいてる。で、この前だいぶ筋トレしてたんで、はい、そろそろ今まで2回ぐらいしかできんかった懸垂ができるんちゃうかと。ほう、いっぱい。ほう、で夜中公園に突如行って怪しい、やってみたら どうでした。1回もできなかったんですよ。1回はできてたんでしょ。でも前は2回できてたのに。なんでできなかった。0回やったんですよ。なんで筋トレしすぎて。あ、ここが筋肉疲労。筋肉疲労。全く機能しなかったですね。ストイックすぎでしょ。まあでも今までどれぐらいやってるんですか、筋トレ。今で1ヶ月ぐらいですね。1ヶ月。じゃあ、まあ、はい、またこう継続はね、力ありなんで、こうちょこちょこやっていってたら、もしかしたらガンガンできるようになってるかも。そうですね。じゃあその時はこの2人を連れて公園持って行って、動画で。そうですね。はい、めっちゃ疲れてるやん。店長が罰ゲームになってますよ。ただ一つだけちょっと前までできなかったことができるようになったのが、あ、何ですか。僕スクワットずっとやってたんですけど、はい、片足のスクワットっていうのができるようになったんですよ。え、そんなあるんですか。いや、もう普通に純粋にも片足だけでスクワットするんですけど。え、できるんですかそれ。はい、ちょっとやってみて。やってみて。膝岩さん用意ね。やろうか。あ、じゃあ山田ちゃんもやる。丸岡主任この前ね、余裕でできたんですよ。あ、やっぱすごい。あ、かわいい。え？え？戻りがね、やっぱり足のバランス悪いんで。そっからよね。しかも革靴やしね。あ、でもすごいわ。丸ちゃんいくつ？めっちゃやるやん。丸ちゃんいくつ？僕今ね、今年24になったばかりです。若っ。おう、言うて。スーさん、ちょっとやってみて。あ、本当は、そらな。スーさん、明日膝割れたとか言わんといて。
一番下まで下がって上がってきて。いや難しいでしょう。一回下まで下がって膝割れそう。ゴー。あーこれは。ああ。これはダメです。このように、はい、この一般の39歳はこれはできないと。一般のね。はい。はい、ただ私は違うと。現状いくつでしたっけ？37です。お。37は違う。そうですね。はい。じゃあ同じアラサーでもアラフォーでもちょっと違うってとこを。よいしょ。これズボン破けたら思うだけど。めっちゃ思うだけど。おお。やばい。やばい。3回。確かにあの数歳よりは安定してた。ちょっと顔芸入りましたか。顔芸入った。ちょっとごまかしにかかってましたけど。はい。そんな感じで楽しくやってます。じゃあ楽しくやってます。はい、じゃああのまたね1ヶ月後2ヶ月後どうなった感じになってるかね。まあもしかしたら体もっとこうシャープになってるかもしれないんで。そうですね。新たな特技をちょっと。ね、ちょっとずつお披露目していきたいなと。そうですね、はい、もうゴルフもスコア伸びること間違いなしだと思いますので、そうですね、はい、期待しておりますぜひ、そんな店長にね、また会いに来ていただけたらと思いますので、はい、ぜひ本日8日もねよろしくお願いします、します、はい、ということで、キコナチャンネルは、明日神津島店からの放送になります。明日の企画まだちょっと決めてないんで、あの細田店長に至急連絡したいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ということで、本日はね、まるちゃん、すずさん、店長ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、キコナチャンネルこんな感じで今日は終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。それではさよなら。16日お願いします。